ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。というわけで今回は、ホイール高額カードトップ30ということでね、マジック・ザ・ギャザリングにおいてはですね、通常カードの他にも、パックからですね、光るホイールカードというものが出現します。このホイールカード、まあ、他のカードゲームだったらね、なんかね、特別なリアリティを持ったカードだけが光るという風な感じになってると思うんですけど、マジックはそういうのは関係なく、もうコモンでもアンコモンでも、レアでもね、光るカードが、ホイールカードが存在します。今回ね、そんなホイールカードの中のね、特に手に入りづらい高額なホイールカードというのをランキング形式でご紹介していきたいと思います。対象となるのは通常エキスパンションから出るホイールカードのみということで、マスターズ版やですね、プロモカードなどは今回のランキングから対象外となっています。またですね、特別仕様のバージョンのカード、例えばマスターピースとかね、あとは日本語版の、闘争対戦の日本語版のね、カードとか、そういったものはね、特別仕様として今回のランキングから除外しておりますので、あらかじめご了承ください。では早速ね、第30位からいっていきたいと思います。今回27位のカードが、たくさんありますので、27位タイとして順番にご紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。27位タイ、フィスドーンから仕組まれた爆薬。販売価格は8万円。軽量なパーマネントを並べるデッキに対して劇的に刺さるカード。登場時から現在まで現役です。同じく27位タイ、神川救済から神髄の針。販売価格は8万円。指定された機動型能力を封じる1枚。最近は手札の見れる魔術透明金が人気ですが、神川ブロックの日本語カードは特にコレクター需要が高いです。同じく27位タイ、スカージュからスリーバーの狩猟。販売価格8万円。5色スリーバー初のホイールカード、往年のスリーバーファンから愛されている1枚です。同じく27位タイ、第7版からシンクのヘルカイト。販売価格は8万円。第7版は特にホイールの出現率が低かったため、全体的に貴重なカードが揃っています。特にこのカード、ドラゴンということもあり、コレクター人気を集めています。同じく27位タイ、神川物語から降る星流星。販売額は8万円。同じく27位タイ、鬼の下僕すみめ。販売額は8万円。こちらのカードは統率者としても人気で、世界に誇る忍者カードとして人気を集めています。同じく27位タイ、ウーザーズレガシーからパリンクロン。販売価格は8万円。ウーザーズレガシーは初めてホイールカードが封入されるようになったセットで、希少価値も高いです。同じく27位タイ、ウルザズ・デスティニーからアカデミーの学章。販売価格は8万円。同じく27位タイ、神川物語から竹の星妖精。神川ドラゴンサイクルの1枚。セットとしては弱かったことで有名な神川ですが、コレクターの需要が全体的に大きいセットとなっています。同じく27位タイ、エルドラージ覚醒から久彼氏英語エブラクール。販売価格は8万円。マジック史上最強のクリーチャー。トーナメントの需要も大きく、絶大な人気を誇ります。続いて22位タイ、第7版から真鍮の都。販売価格は9万円。同じく22位タイ、ギルドパクトから踏みの荒らされる地。販売価格は9万円。モダンも発足から10年経ち、特にラグニカのギルドで再録されてから、こだわりのデッキを使用する人たちから初版のショップランドに大きな人気が集まっています。同じく22位タイ、オンスロートから吹きさらしの荒野。販売価格は9万円。同じく22位タイ、ミラディンから虚空の杯。販売価格は9万円。同じく22位タイ、ウルザズ・デスティニーから金属細工紙。販売価格は9万円。意外にも日本語版よりも英語版の方が価格が高い1枚。統率者需要が大きいカードは英語版の方が人気があるためと思われます。続いて18位タイ、オンスロートから血染めのぬかるみ。販売価格は10万円。同じく18位タイ、第7版から罠の橋。販売価格は10万円。同じく18位タイ、神川物語から巻物の君アザミ。販売価格は10万円。同じく18位、ウルザズ・デスティニーから富士通。販売価格は10万円。続いて17位、ディセンションから冥府の教授者。販売価格は11万円。アントにおけるキーカード。昔から人気のレガシーデッキで、アントを使用するプレイヤーは長年同じデッキを愛用し、特に思い入れがあるプレイヤーが多い印象です。続いて13位タイ、メルカディア・マスクスからリシャードの港。販売価格は12万円。ゴブリンだけでなくデス&タックスでも使用される強力な土地です。同じく13位タイ、オンスロートから樹木茂る36。販売価格は12万円。同じく13位タイ、ブルーザーズレガシーから記憶の壺。販売価格は12万円。同じく13位タイ、ローウィンから思考囲い。販売価格は12万円。フィノラ戦リマスターで旧枠が登場したため人気が若干落ちましたが、初版を愛するプレイヤーにはまだまだ人気の1枚です。続いて12位、神川物語から全てを守る者母聖樹。販売価格は13万円。こちらは実物提示教育デッキがコンボを通すためによく採用しています。続いて11位、
未来魚地からタルモゴイフ、販売価格は14万円多く再録されていることと、以前よりも影響力が落ちたことにより価格はピークより下落しています。全盛期には20万円を超えていました。はい。というわけで、ここまでね、ホイールの高額ラカードランキング、30位から11位までご紹介していきました。タルモゴイフ結構上位に来ると思ったんですけど、なんと11位ということで、トップ10には入りませんでした。ただね、これからどんなカードがね、トップ10に、ランクインしているんでしょうか。ぜひね、皆さんも予想しながら見てみてください。というわけで、ホイール高額カードランキングトップ10、やっていきましょう。8位タイ。オンスロートからあふれ返る岸辺。販売価格は15万円。同じく第8位タイ。第7班から極楽鳥。販売価格は15万円。第7班ホイールを代表するカードといえば、やはりこの極楽鳥。現在では降臨のマブと釣り合う値段になっています。同じく第8位タイ。神川物語から夜の星国鳥。販売価格は15万円。続いて6位タイ。リセンションから繁殖池。販売価格は16万円。同じく6位タイ。ワールドウェイクから精神を刻むものジェイス、販売価格は16万円。最強プレインズウォーカーの座は王子に奪われてしまったものの、プレイヤーの心を最も引きつけるプレインズウォーカーはやはりこのカード。再録により値段は若干下がったものの、モダンやレガシーでは変わらず人気のカードとなっています。続いて4位タイ。神川救済から雲の宮殿オボログ、販売価格は20万円。同じく4位タイ。オンスロートから汚染された三角巣、販売価格は20万円。続いて2位タイ。リセンションから神聖なる泉、販売価格は22万円。同じく2位タイ。神川謀反から梅沢の十手、販売価格は22万円。弱小ブロックと呼ばれた神川ブロックですが、その中でも際立って強力だったのがこのカード。現在でもレガシーで現役です。そして第1位。第1位はウーザーズレガシーから厳かなモノリス、販売価格はなんと40万円。通常版でも高額カードとしてランクインしていましたが、ホイールともなるとその値段は10倍近くに。再録禁止、そして初ホイールのウルザズレガシー、さらにさらに構築1戦級のカードというトリプルコンボで1位を獲得しました。はい、というわけでホイール高額カードランキングいかがでしたでしょうか。やはりね、ウルザズレガシーとウルザズデスティニーっていうのはホイールカードが初めて収録されたブロックでありながら再録禁止カードもあるということでね、この中でやはり人気のカードっていうのは価格も高くなっています。ですがね、特に驚いたのはディセンションみたいな、ね、新枠のカードも現在ねすごくホイールカードが値段が上がっているっていうところかなと思います。やはりホイールカード自体がね、コレクター需要が大きいものなので、初版をね追い求めるっていうねプレイヤーが多かったというね結果がねこの価格に現れているんじゃないでしょうか。というわけでね、皆さんの感想もぜひコメントで教えてください。今回は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけでトロピオ大塚でした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。